バスタフェローズレディオ。皆さんこんばんは、リンボフィッツジェラルド役のケンです。皆さんこんばんは、スケアクロー役の白井雄介です。この番組はテキストアドベンチャーゲームバスタフェローズシリーズの最新情報をお届けしつつ、バスタフェの世界観や魅力をもっと多くの方に知ってもらうための番組です。はいはい、124回スタートです。はいはい、さあ8月に入りまして、まだまだ暑いぞといったところですが、もうすぐコミックマーケットが開催されるぞと。夏といえばですね、まあ一つのね催し物としてね、もう有名。いやこれ何年前ぐらいからやってんだろうね、コミケって。何年前どころじゃない、何十年か。何十年前じゃないですか。もうね20、30年ぐらい経ってるんじゃないですか、もしかしたら。あ、すごいね、それ考えると。歴史あるねえ、ね。行ったことあります？あ、もうお仕事でしかないですけど。でそのお渡し会とかイベントとか登壇とかそういうやつね、もう結構盛んだもんね。まあでも企業ブースとかだったらまたね雰囲気は違うんでしょ。そうね、そのブースによって。いやでも夏も真っ盛りだからさ、本当にね各対策していただいて、そうですね、ね安全に行ってほしいですけれども、近くのさコンビニとかでもさ大量にさその日はさなんか何スポーツドリンクとかおにぎりとか対策のねアイテムとかもね入れるんでしょう。そういうのさ圧巻だよね、やっぱ量が多いと。見てみたいね。店員さんからしたらもう戦争ですよ。大変だよね。でもそういう中でテキパキとさしてる方々がさ、やっぱかっこいいじゃん。まあね、まあだからその日そういう日は多分時給とか多分高いと思います。まあそう、特別なしてほしいよ、いや絶対それはしてると思います。してるか。しかもその精鋭たちが集うんだろうな。そうそうそう、かっこいいな。なんかスタバにおけるこうなんとかスターの持ち主みたいなさ、あはい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 、マスターたちがさ、そうですよ、あ今日俺入りますみたいな、私も行きますみたいな。ねえ、いやなんかバイト時代そういうのあったな。あるよね、なんかね年末年始とかクリスマスとか、ちょっと特別な時になんか気合い入れて頑張ってみんなで団結力で頑張るみたいな、そういうのもいいっすよね。ね、だから行かれる方も働かれる方もね、そうそうそう、ぜひね頑張っていただきたい。楽しく、ね、無理せず、ね、はい、はい、熱中症に気をつけて楽しんでください。はい、ということで今日も公式ハッシュタグバスタフェレディオをつけてポストしてください。それでは始めていきましょう。バスタフェローズレディオ、鮮やかな悪に染まれ。バスタフェローズレディオ、さあ改めましてこんばんは、ケンです。白井雄介です。ああコミケといえばね、まあ様々なそこでしか手に入らないグッズとかもあると思いますけれども、今日はですね、なんと、先日発売した、バスタフェローズシーズン1のアジアの限定版現物がございます。ここにでかすごい、これすごね、日本版とはやっぱ違うんですね。てんこ盛りですよこれ。中身、いやすごいすごい、紹介してあげて。この何ですか、まず目につくのはアクスタの前に、このアクスタの前にまずこの何ですか、この、まあ、まずパッケージがね、このアタッシュケースみたいなね、そうそうそう、にお札がいっぱい、それを、ね、開けるとそのお札がプリントされたこのこれクリアファイルかな、なんかね、が入って、色紙が入っておりまして、じゃあそのアクスタ、いや結構大きめのねアクスタ、結構大きめのアクスタ、しかも全員分、キャラ分6人分あって、缶バッジも6人分あって、もちろんソフトもね、ソフトもあったり、なんか名刺みたいな、わ金縁のいい紙使ってる、この紙ですね。これも6人分あります。そして、このメタルケース、はいはい、ソフトを入れる、しっかりしてる、かっこいい。で小冊子かな、ついているというね、ちゃんと厚みがある、頑張っちと、これすごいですよね。本当皆様の応援のおかげでね、こういうものもねあるぞというところで、
いやもうどんどん世界に広がっていってますよね。そうですね、うん、もうアジアの方でもご好評いただいて、いやありがたいね、うん、いやもちろんねロサンゼルスでも出た、うんね、いや出たってか普通ちゃんと伝えてるだけだろいやいやアメリカでもでもよかったけどねなんか、うん、ロサンゼルスねアメリカ広いですか、うん、あそうかそうかどこでなのかなっていう、うんそうですねアメリカ、まあ、現地でその、うん、英語版でファンの方々のねあのイベント登壇の時もすごくこう盛り上げてくださって、うん、本当にバスタフェローズいろいろなところで愛されてるんだなっていうのを実感した次第っていうところでございましてね。ねえだからそのね、うん、シーズン2とかもね、うん、早くその海外の皆さんも楽しんでいただけるようにね。ねえ我々も頑張って ね宣伝したりしたいなと思いつつ、うん、はい、これはすごいぞ。いや素晴らしいですね、うん、はいありがとうございます。はい、うん、はい、じゃあここでね、お便り紹介していきましょう。はい、アザネームクロリさんからいただきました。ありがとうございます。ケンさん白井さんこんばんは。こんばんは。先日久しぶりに猫カフェ、うん、行きました。おいいですね。お猫様がわらわらと行き交う空間、うん、まさに極上の癒しでした。しかし残念ながらあまり仲良くはなれず、うん、あらま、興味なさそうな顔をしながら近づいてくれるのを待って、うん、耐えてこらえてやっと触れるもすり抜けられてしまいちょっと切なかったです、うんうん、あそこでですね、うん、猫のお世話が得意な白井さん、昔猫と暮らしていたケンさん何かご助言いただけないでしょうかと、うん、スケアクロウ邸の猫ちゃんとも仲良くなれなかったらと思うと由々しき事態なのでぜひよろしくお願いしますと、はいはい、ご助言ね。あまあ俺の場合は、うん、あの僕が生まれる前からもうすでに家にあいたんですね。そうそうそう、うん、いたんで姉さんだったんですよ、うん、あ姉さんだ、うん、だから全然構ってくんないのよ俺が遊ぼう遊ぼうちっちゃい俺が遊ぼう遊ぼうって言ってもはっみたいな。まあそりゃそうですよね。そりゃそうなの猫はだってねやっぱその上下関係というかねやっぱ先住猫先にいた猫の方がやっぱ立場上ですから。はあ、うん、なんかそうね、うん、だからなかなか遊んでくれないけど、うん、構ってくれないけど、うん、たまにその体を俺の足にズルリって押し付けてくる、はい、うん、飯起こせよっつって。えそうなの遊んでよじゃないの、うん、遊んでよの場合もありますけど、うん、飯起こせよの場合もありますよね。あそうなの、うん、なんかそれがすごくたまらなく愛おしかったですけどもね、うん、その瞬間が可愛いですよね、うんうん、だから僕がお世話してるっていうよりはお世話されてた感じですね、うん、なるほどね猫に育てられたと、うんうん、と言っても過言だな。それは過言だな。親に育てられたわちゃんと、うんうん、そうですね。まあねでも、うん、ね生き物と一緒に生活するっていうのを、ね、育ませていただきましたよ、うん、まあそうですね。いい経験貴重な経験ですよね。そうそうそう、はい、ありがたかったですけど、うん、白井さん今現役というか、まあ、現役でね、まあ、今可愛い猫ちゃんたちと一緒に暮らしてる。3匹いますけれども、うー可愛い連れてきてよ今度、うん猫アレルギーでしょあなた。そうだよ。もうジュビジュビ鼻水ジュビジュビになりながらお送りするけど、うんね、もう、うん、全部ぐちょぐちょになっちゃうじゃないですか。もうただでさえ手がぐちょぐちょなのに。やめろお前顔までぐちょぐちょ。擬音を変えてくれよぐちょぐちょはやめてくれよそうそう、うん、いやなでも、ね、やっぱ猫カフェとかってなるとああやっぱ勝手は変わっ違ってくるのかなと思いますよね。まあそうですよね。僕も、うん、環境がね、うん、ロケで行ったけど、うん、やっぱ皆さんはね、うん、ご機嫌がね、うん、様々ですから、まうん、でも猫カフェにもやっぱそのねいろんな種類の猫ちゃんいるから、うん、猫ちゃんによっては人懐っこいもいますよとかっていうのあるから、うんまあまあ、その店員さんとかに聞いてみるのが一番いいですよね。あ攻略法ね。そう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 、あ、うん、とかこの子はこうやって遊ぶのが好きですよとか。あそこアイテムもね、そう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 違うんだね。そう猫ちゃん好きなおもちゃも違うし、ああそうそうそう。ちなみに白井くんはどのおもちゃだとモロニャンってなるの？うん、俺、うん？あ、俺が、うん？うちの猫がじゃなくて、うん、俺、うん？やっぱお金を見るとモロニャンって、うん、やっぱ現玉を見るとモロニャンってなる。いやらしいですね。まあまあそんなわけないと思いますけど、うん。うんはい、ね、ぜひじゃあ攻略法ね
はい、見出してみてください、はい。続きましてアザネームエリンギさんからいただきました。ありがとうございます。ケンさん、シレさん、こんばんスタフェ。こんばんスタフェ。最近とても暑いですね。暑いね。私は日差しを浴びると必ずと言っていいほどくしゃみが出ます。え、そうなんだ。日光アレルギー的な。天気のいい日は毎日くしゃみ日和です。なので家を出て1分ほどですぐにくしゃみをします。でも話しかけられたり誰かの視線を感じたりすると引っ込んで、鼻声になります。周りには同じ体質の人間がいなくて大抵不思議がられます、お二人は日差しを浴びたら反射的にくしゃみは出ますか？またもしよろしければどんなタイプのくしゃみをされてるのか知りたいです。変なお便りで申し訳ございません。ということでくしゃみ、くしゃみね、くしゃみね。いや、日光、あ、でもたまにいらっしゃるよね、でもかっこいいね、ちょっとね。何が？俺ちょっと日光ダメなんだよねみたいな。かっこいいかな。あ、そう。かっこいいかな。まあ、どういうタイプのくしゃみですかってことですけども、あ、まあ、我々その芝居でねくしゃみすることはありますけど、生くしゃみは確かにあんまり人前でしないよね。そのお客様の前でとかは、まあね、基本的には出ちゃったらしょうがないですけどね。どういうくしゃみですか、白井さん。ちょっとやってみる。結構リアルっすね。いや、もっと音出るな。でも実際はハクション、結構はっきりめにハクションって言ってますけど。結構やっぱちょっとね、あの声出ちゃうかもしれない最近。あ、やっぱおじさんになってきたなと。いや、でもさ、つつ我慢 した方がやばいんでしょ、だって喉の負担というか、あ、まあだから口に何か覆ったりとかさ、もちろんね、それはそうですけど、するしてね、出す分にはいいと思うんですけど、ケンさんはどうですか、リアル。俺リアルなやつ、じゃあいくよ、ヘクション。さあ、次のお便りでしょうかね。ボケじゃん。さあ、アザネーム、ちゃんえぬちゃんさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ケン君、白井君、スタッフの皆様、コンバスタフェ。コンバスタフェ。最近スマホ画面のフィルムが取れたので新しく貼り替えました、それも過去一綺麗に貼れたのでとてもとても嬉しかったです。おめでとう。最近のまたはこれまでのお二人の過去一は何ですか、ぜひお聞かせください。過去一、まあ最近でもこれまでのでも過去一なんかすごかった、まあ印象的なこと。たった今俺過去一する滑りましたけど。いやいや、全然過去一じゃないです。全然過去一じゃない。嘘、もっとある。いや、もっとヘビーなやつ、あ、そう全然覚えてないな俺は。そう、あ、覚えてないならでもね、いいじゃん、ね、幸せかもね。そうそうそう、バカ野郎。僕はね、まあ、つい最近子供と一緒にグランピングに行ったんですよ、まあ、家族で。おー、バーベキューの何もこう手ぶらで行くバーみたいなやつ。あ、そう、で夜花火をやっていいよっていうところだったで、花火買って行って、花火やろうとしたんですけど、着火マン的なやつを忘れちゃって、火つけるの。はいはいはい、はい、そうなんでちょっと、あ、どうしようと思って一応フロントの人に聞いて、なんかその火つくもの借りられますかって言って、ちょっとライターを貸してくれたんですけど、はいはい、ライターしかない状態で、どうしようかなって、まあ、やってみるかっつって、まあ、ライターで火をつけて花火をね、手持ちの花火をね。いや、まあ着火マン的なのってさ、先が長いから、あんま火傷せずにつけれるんだけど、普通のライターだとどうしても指が近いからさ、火傷しちゃうかもしれない。そうなのよ、で案の定火傷しまして、いやー、パパ大丈夫？過去一ちょっと大きい水ぶくれができちゃって、そのこれでもね、もう水がなんか自然と抜けちゃったんですよ。それなんかさ、傷パワーパッドみたいなやつ貼ってるわけじゃない？してない。え、それリアル皮膚なの？あ、リアル皮膚、梅干しみたいでしょ？わあ、結構火傷したね本当に。そう、結構ガッツリいっちゃって。大丈夫？アフレコできる？アフレコ全然できる。あ、できるか。だ、本当にこれはね、もう皆さんね、花火直火ライターは絶対やめてくださ い, っていう、ね、分かってるよ。みんな知ってるよ。改めてこう身に染みたと言いますか。でも子供のために頑張ったんだよね。そう、子供が喜んでくれるだろうなと思って、そうそう、皆さんもう気をつけてください。そうそう、だからね、花火するときはそういう着火マン的なやつか、置き、ね、型のろうそくに火をつけてそこで火をもらうとかした方がいいですねっていうね。ケンさん、いや、僕もね、あるんですよ、同じような感じで、
いろんな土地土地でイベントやらせていただいたりするとき、うん、まあ泊まりになったりするじゃないですか、うんうん、で僕結構今髪の毛が前髪長いんですけど、うんうん、はいはいそうですね、こういつも俺ここだから言うけど、うん、あの家にいる時とかって、うん、俺ずっと ヘアクリップで上止めてんの。あら何そのちょんちょろんちょんちょろりんみたいにしてんの。長いからか うざいから自分髪の毛がね、はい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 、うん、でそれねよく忘れちゃうのよ。どこにあのその泊まりの時とか持ってくの。泊まった先のホテルとか。そう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 、はあはあはあ、だから、ね、すごいストレス、うん、あそうか家に忘れてきちゃうのか。そうあはあ、はあ、なるほどね、うん、じゃあもう切っちゃう前髪切っちゃうじゃん。いやいや違うじゃん違う、うん、そうかそう、うん、まあだから火傷と同じぐらい辛いなと思って。一緒にするな火傷火傷のがめちゃくちゃ辛い。痛いんだぞ。そうだよね、うんうん、そんな感じが、うん、はい最近よくありました。はい、はい、ありがとうございま す, ということで、お時間でございます、はい、皆さんたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。バスタフェローズレディオ。スケアンクローテ入居審査。ニューシークの高級別荘地であり映画俳優など著名人が多く住んでいるバターフィールド。その中でもニューシークを一望できる一等地でスケアクローはリンボたち個性豊かなメンバーと共同生活を送っています。そこでこのスケアとはちょっとパッティカッと今あのタイの挨拶入ってなかった。コップンかコップンかね、このスケアクロー邸に入居したい人を募集しております、はい、自分の特技や入居させた時のメリットなどのプレゼンを送ってもらい、うん、パーソナリティの僕ら2人が認めれば入居認定、うん、ただしどちらか1人でも認定しなければ再度出直してもらう入居審査コーナーでございます、はい、さあということで早速紹介していきたいと思います、はい、まずはアザネームキングシライムさんからいただきました。わありがとうございます。ありがとうございます。ケンさんシライムコンバスタフェ。コンバスタフェ、もうお忘れでしょうがスケアクロー邸の離れに住むことを、かろうじて許可されたキングシライムです。あゲームのレベル上げをコツコツするという、特技。そうだそうだということですね。うん、このまま離れに座るのもいいかなと思っていましたが今回本邸への入居許可をいただきたく再審査お願いします。なるほどね。クロちゃん邸に住んでる皆さんは、忙しい方々ばかりなのできっと猫ちゃんがぼっちになることもあろうかと思います、うん、そんな時猫ちゃんが寂しくないように全力で遊んであげます。なんなら散歩も連れて行きましょう。散歩？うん。昔ワンちゃんを飼っていたことがあるので、そこんとこドーンと任せてください。前回との合わせ技一本、うん、でいかがでしょうか。あレベル上げプラスね、うん、猫ちゃんのお世話してくれる、うん、なるほどね。うんじゃあちょっとどうでしょう。キさん大丈夫ですか。行きますか。はい大丈夫です、はい。それでは、我々はキングシライムさんをスケアクロー邸に入居させませんまあ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 、まあ、ね、うん、猫ちゃんはね、うんうん、あのね散歩しなくていいし、うん、普通、うん、技あり技ありで一本じゃん、うんうん、技ありとなんかちょっとこう、うん、ジャブ当たったぐらいの感じかな。ちょっとパンチが弱かった。うん。うん、猫犬ワンちゃんだったら散歩行ってくれるって言ったら、うん、いやそれは、ね、それはねオッケーかなって思ったんだけど、ね、猫ちゃんはね割と一人好きなんだよな。そうですね。だからスケアクローって広いじゃん、ね。だから散歩いらないと思うんだ。そうそうそう、うん、でなんかねいっぱいなんか遊ぶものとかもありそうですもんね。そうね誰かが与えているでしょう。うん。うん、惜しいな。そうなんだあと1本みたいなねとこなんですけどね。ねえ、うん、キングさん、まあ、でも離れにいるからさ、うん、離れにはいるけどね、うんうん、そうね離れからじゃあちょびっとだけ本店に近づける、うん、じゃあじゃあ離れもうちょっとちょい離れにする移す、うん、離れを移す離れをちょっと近くに立て直す、うん、いいっしょそんぐらいそのぐらいしよっかうん、うんじゃあまあ15メートルぐらいにします本邸から今まで何メートルだったんだ
あまあまあでも離れにもね入れない人もいますからね。そうですね、うん、今本店に一番近い人ということで、そうですよ、うん、まあそれでどうでしょうか、うん、ね、ちょっともうちょっともうちょっとね、うん、もうちょいマジでもうちょいなんだよな。そう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 、かすってんだよ、うん、そう、ミネタカさんより上ですか、ミネタカさんよりは上です、ミネタカさん門前払いですか、そう入ってないんだから、うん、そうそうそう、敷地に入れないんだから、そうだからミネタカさんからもプレゼン来ないと一生入れないから、ね、まあ、そうですよ、うんうん、油断してちゃダメですよ、そうですよ、うんうん、入ろうとしたらもう不審者としてもうね、ちょっぴかれますからね、なんなのこれ神様なのに入れないってなんなの想像しろ、我々も入れてないですし、なんなら確かに、そう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 、我々だって離れにも行けてないんだから、キングシライムはもうめちゃくちゃいいじゃん、 いいポジションだぞ、そうですよ、ね、この調子で頑張ってまたちょうだいメール、うん、はい、お願いします、ね、はい、さあということで今日の入居審査は以上でございます、うん、皆さんもぜひスケアクロー邸に入居できそうな自分の特技やメリットを送ってきてください、はい、以上スケアクロー邸入居審査でした。ワシカフェローズレディオ、バスタフェインフォメーション、このコーナーではバスタフェローズ作品関連の情報を皆さんにお届けしていきます。バスタフェローズファンブックアニマとコルプスが7月26日に発売となりました。はい、今日は、そのねコルプスの方の実物を見ながら紹介していきたいと思います、うん、これだ、わー、はい、コルプスもいいね、うん、かっこいい紙使ってます、いい仕事してますね、いい紙使ってますよ、うん、A4 サイズでサラサラしてまして、このさ中のページ全部がさ、うん、黒字に書かれてるじゃん、あ、そうですね、この紙も高そう、シックな感じの仕上がりになっておりますが、エコルプスはですねシーズン2のイベント CG が載っていて、うん、まあ、ストーリーを振り返るのにも便利ですよね、ねえ、うん、この、あ、このイラストこの時のやつだみたいなね、そうそう、それもあるし、まあ、相関図もね、あ、かっこいいね、相関図はいいですよ、地味に重宝されますよ ね、 ね、細かいとこも改めてね登場人物たちの関係性をチェックできると、うんうん、さあそしてですねキャラスターイラスト 集、表情差分や衣装、うん、ポーズなども盛りだくさんでございますね、これね、うん、すごいな、1ページ丸々表情差分ね、うん、こう手の形とか俺好きなんだよね、うん、あ、はいはいはい、手の形とかもね結構細かい、そう、人によってこうごつさが違ったりとかしますからね、うんうんうん、うん、あ、このさ、うん、表情差分もさ、うん、これこう秘密があるんだよね、あ、そう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 なんですよね、表情差分もこれね、あの、うん、乗り切れてない分もまだまだ実はあるんですよ、キャラクターによってまた数も違うんですよね、そうそう、1ページに収めてるけど、クロちゃんなんかね、うん、もうさらにこれの倍ぐらいあるかもしれないぐらい、うん、いっぱいあったんだね、やっぱ表情豊かだからクロちゃん、うんうん、でキャラクターによって結構だから数も違ったりするみたいなんですけれども、はい、今回はその1ページ分でみんな統一していると、泣く泣くね、そう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 なんです、本当はもっと入れたかったけど、うんうん、もうページ数足んなくなっちゃうから、うん、すごいね、うん、ぜひね皆さんその表情なんかも見比べていただければと思います、そうそう、だから本作で使われてない差分もあるんですよね、あ、あると思いますよ、うん、それをね見つけられたらすごいですよね、すごいですよ、さあそしてですね、うん、アニマにもコルプスにもこのファンブックで初めて掲載される書き下ろしシナリオがありまして、うん、この表紙へと連動しているわけなんですけれども、コルプスの方はシーズン2のエピローグよりも後のお話が載っています、これ貴重な、ね、あの出来事の後彼らは一体みたいなことです、これだこれだ、うん、朗読しましょうか、ダメですダメですか、うん、そダメです、全部ピー、ケンさんの言ってること全部ピーになってます放送事故だよそんなのあとね、うん、あの名前の由来とかもね、うん、こう載ってたりしますね、あ、はい、キャラクターのとか、そうそうそう、はい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 、うん、あれでもう峰高メモみたいな感じだね、うん、うん、あ、それぞれのルーツとか、この人も親だったらどう名付けるとか、うんうん、そういうところから考えることも多いですとか、うん、あ、言っちゃった、これぐらいいいか、まあまあ誰のとか言ってないですからね、うんうん、そういうね細かいところもねうなるようなね、うん、もうだから情報がたくさんありますから、プロデューサーコメントでね、
いや貴重ですよこれは。はい、必見ですね。アニマに続きコルプスの方もですです、はいはい。こちらのねバスタフェローズファンブック、うん、アニマとコルプスは文化放送 A&G ショップアニメートステラワースアリスネットで発売中です、うん、今回の紹介で気になった方はこの機会にぜひゲットしてください、はい、もうこれはねお安いです、うんね、お得これだけ入ってて、うん、さあ続いてファンブックの発売に合わせて開催されているアニメイトカフェグラッテでございますが、はいはい、こちらですね大変ご好評をいただきましてですね、うんうん、一部の店舗ではグッズや特典が品切れしております。あら、はい、だから売れちゃうんだから。いやもう、ね、いやでも本当こちらのこう、うん、想定以上のねっていうことですよね毎回ね、うん、すごいことですよ本当ありがたいところで、うん、はい。でですねこちら、完売したアクリルブロックコロッタなどはですね、うんうんうん、品切れなくご購入いただけるよう調整しております。お、うん、なので、うん、バスタフェローズ公式 X からのお知らせをぜひお待ちいただければと思います、はい。そして、特典のアクリルコースターは8月中旬から順次再入荷予定でございます、うん、中旬ぐらいですね、うん、はい、ぜひお楽しみに、はい。そして最後にバスタフェファンブックを買ってくださった皆さん、うん、はい、アニメートでのセベラギ琥珀先生サイン会への応募は締め切りが8月12日までです、はい、お忘れなく。ぜひぜひ。以上バスタフェインフォメーションでした、はい。バスタフェローズレディオ。お送りしてきましたバスタフェレディオ、今回の放送もそろそろ終了のお時間です。はい、番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。僕たちへのメッセージやコーナーへの投稿、その他バスタフェに関することなど何でも OK です。現在一緒にキャンプに行きたいバスタフェキャラというテーマでメール募集中です、うん、アドレスは bfr@joqr.net です。 YouTube の文化放送エクステンドチャンネルでも番組のアーカイブが公開されます。こちらは毎週金曜17時更新ですので合わせてお楽しみください。さあということでバスタフェレディオ124回目でございましたが、うん、僕は一緒にキャンプに行きたいキャラはですね、うん、まあやっぱ白井くんかな。キャラ行ってみたいな、うん、さん白井雄介っていうキャラが出てるんじゃないですかバスタフェは。出てないですかまだ。まあそう、アニマにはちょっと出てましたけどね。アニマには出てきますか、うん、あ出てましたね。それアニマにはね、あ私もちょっと、ね、出てましたね、うん、そうですね、うん、キャンプね、ケイさんキャンプ好きなんですもんね。好きっていうか興味はあるし、うん、まあちょっと経験はあるけど、でもちゃんと全部自分でやったことはないから、うん、あ でもさ、うん、いきなり最初からさ、うん、全部用意するの大変だからやっぱり、うんね、ある程度用意してくださってる。最初はじゃあグランピングとかってことですか。の方がいいかな、まあ、キャンピングカーとかもいいですね。キャンピングカーいいけどね、どうするんだって話ですよね。レンタルとかできるのかな。あできるよ。あじゃあいいかもしれないですね、うん、まあだから全部運転してもらって、うん、大型車じゃないと。いやいやそんなことないと、大きさによるんじゃない、うん、ハイエースとかそれ以下の大きさのもあるからね、うん、なるほどね。あれ免許は。あ俺失効しました。失効した免許失効組なんで取り直してください、僕は免許あるんですけど、うん、車も運転できますけど、うん、しないんで。なんだどういうこと。いや白井くんの運転で行きたいじゃん。いやじゃあちょっと3年ぐらい待ってもらって。3年も。じゃあもし、はい、もし取れたらじゃあ連れてってください、うん、どっか、うん、分かりました。あやった、いやこれはもう、うん、現地取れましたね。いやまず免許取る気ないっていうね。ないんか。はい、そんなこんなで今夜の放送以上でございます、はい、ここまでのお相手はリンボフィッツジェラルド役のケンとスキャクロー役の白井雄介でした。バイバーイ。